松本さん、いつもお世話になります。メッセージをありがとうございます。今回のご質問なんですけども、すごく答えは簡単です。発達障害と教員、先生ですね、こちらの2つのコンテンツを同じ、動画の中に入れていいかな、チャンネルの中に入れていいかなってことなんですけども、これは圧倒的に正解なのは分けるってことなんですよ。やっぱり1つのお店に中華料理とお蕎麦っていう似たようなものがあっても違うものがあってはいけないんですよね。うどん屋に蕎麦があるのもやっぱりおかしいんですよ。蕎麦屋にうどんがあるのもおかしいんですよ。丸亀製麺に行って蕎麦って出てこないきませんよね。そういうことなんですよね。すごく似てるのに違うジャンルであれば一緒にするのは良くないです。ファミリーレストランみたいになっちゃいます。ですんで、発達障害で行く分には発達障害のチャンネルで押すと、で教員関係で行くんだったら教員関係で押すっていう風にしていかないと、チャンネル分けていかないと、セカンドチャンネルって概念でいかないと、管理するのも大変ですし、見てる方も専門性をね、受け取りかねると思います。かなり高い演出をすれば別ですけどね。で、私とか吉谷さんがやってるのは一つのチャンネルでもうね、アラカルトなんですよね。これはどっちかっていうとあんまりいい方法ではありません。効果の早く出る方法ではありません。まあその中で圧倒的な影響力とかね、このトーク力とか、まあ主には動画の数なんですよ。数で押してるから引っ張っていけるんですけどね。で、松本さんの場合は多分このなんかね、1万っていう単位の数で押すってことをすぐには難しいと思いますんで、やっぱり丁寧にチャンネルを分けていった方がいいと思います。もしね、松本さんが思われているように一つのチャンネルで再生リストで分けていくっていう風になると、かなり の量産をね、今のやっぱり5倍とかぐらいにしていかないと専門性の強さっていうのは伝わりにくいんではないかなと思いますよね。まあそれが簡単明瞭な答えでございます。それからホームページも同じ理由で、一つのホームページっていうお店に複数のジャンルがあるのは、ね、やっぱりおかしいわけなんですよ。で、外壁塗装の会社っていうのはありますよね。こう色を塗る、家の壁の色を塗る会社があります。でもそこが畳の修理をするんだったら、畳の修理の別法人を作らないと、これもなかなかね、お客さんの切り分けっていうのは難しいと思いますんで、最初は一部門でやるんだけども、やっぱりね、分けていくっていう方向に向かうのは一緒だと思うんですよ。まあ、それも込みで一つのサイトの中で混在させていこうというんであれば、例えば、ね、発達障害についてのカテゴリーを8割ぐらい設けていって、残りの2割ぐらいでもうサブ的な事業としてね、教員の方にも対応してますみたいな、この強弱をつけるっていう方法はあります。これを各カテゴリー化っていうんですけどね、カテゴリーっていうのを分けていくって考え方ですよね。やっぱりスーパーとかに行っても売り上げを取るものと利益を取るものって違うんですよ。集客を取るものと売り上げを取るもの、それから利益を取るもの、細かく言ったらこういうふうな3つの違いもあります。で、こういうことをきちんと使っていくんだったら可能ですけども、ちょっと難しくなりますね。ですので基本的にはホームページも分けた方がいいし、YouTube チャンネルも分けていった方がいいと思います。で、教職員の悩みの分野ですね。ニーズがありますけども、教職員の方が最も悩んでいるのは何かっていうところね。これを私は分かってますよっていう表現を一発目にすることが私は大事だと思うんですよ。どうですかね、教職員の方が一番自分の仕事にやりがいを見出せないものっていうのはどこに原因があるのかなって考えた時に、私はね、一つ強く言えることがあると思うんですよ。それは小学校の教職員だろうと、中学校の教職員だろうと、高校の教職員だろうと、いやいや大学の講師であろうとも同じなんですけども、これ同じ悩みがあるんですよ。それはですね、結果が出てるのかどうなのか分からないってことなんですよ。小学校の時にものすごくいい授業をしました。ものすごく生徒に寄り添いました。でもその生徒さんが30年後に、小学校の先生のおかげでこんな自分になりましたって言って、ありがとうございましたって言って、小学生時代の教職員の方を探し出して30年後にお礼を言いに来ることってないんですよ。ですんで教師の方っていうのは、それこそ日々の中の小さな結果っていうのは見えますよ。でも本当にやるべき教育が、自分の教育とかがね、本当に役に立ったのか、それがどういう世の中に反映されてきたのかってことを知る機会がないのに、毎日毎日やらないといけない、要するに評価されないのにやり続けるっていうことがものすごく悩みだと私は思うんですよね。だから教職員の方の悩みの根源がもしそこにあるとしたら、まずは教職員の方の存在意義をね、認めてあげるってこと、そしてひいては先ほど私が言った、教職員の方は結果がわからないことに何年も何十年も向き合っていく相当難しい仕事なんですよね、私はそういうことを分かってるんですよっ
ていうふうにね打ち込んでいくことが必要かと思うんですよ。ビジネスっていうのは今月の売り上げは来月の入金で結果を見ることができます。お客様にありがとうって言われたり、従業員にありがとうって言われたり、家族が喜んだり、収入が上がったり、いろんな評価を得てですね、事業っていうのは、会社っていうのは結果がすぐ分かるんですよ。でも教師って分からないですよね。しかも学校の先生のおかげだったのか、それが教育指導要項という文部省のおかげだったのか、教員の力量によるものなのか、これも難しいんですよ。だから誰のせいなのか誰のおかげなのか分からないのに、悪いことは責められて、いいことは教育界が良かったっていうふうに自分に反映されることっていうのがあんまりないんですよね。だからまさにね、松本さんが言われるように、その教員の悩みに寄り添う、このカテゴリーはねむちゃくちゃねニーズが高いと思います。ただ、私が今ね言ったのは仮説なんですけども、教員の方が根本的に悩んでるのはどこなのか、根っこは何なのかってことが分からないと、なかなか抜本的な悩みの解決とかね、教員の方に寄り添うってことができないんじゃないかなと思っちゃいますよね。確かにね、金八先生も言われてましたけども、どんなに心を尽くしても一緒にいれるのは、面倒見れるのは3年間なんだよと、一生面倒見れるわけではないんだと、どんなにあがいても3年間なんだ、それが教員の教師の難しいところなんだっていうふうにね言われてるシーンがありましたけども、いや私は本当にそうだなと思いますよね。学校の先生って結果が分かんないし、結果が出たところでそれをわざわざね先生のおかげですって言いに来る生徒さんっていないし、先生を探そうと思ってももうすでにね卒業して10年も経ってしまえば、どこで先生やってるのかなんて本当わからないですよね。だからそういうふうな報われるところが少ないっていうのが学校の先生の本当に苦しいところなんだろうなと思うんですけどね。ちょっと余計な話しちゃいましたかね。松本さんもいろいろと大変なところがあると思いますし、お悩みのこともあると思います。本当にね、今回はご連絡いただきましてありがとうございました。で、チャンネル登録者数増えてるみたいで、本当に私も嬉しいですけども、さらにさらに、その速稼塾のね、生徒さんが、やっぱり教育系コンテンツですから、速稼塾ってのも、松本さんの授業も受けてみたいっていうふうに言えるぐらいね、もっともっとエネルギー出してもらっていいと思いますし、そのためには、発達障害の専門教員の考えるカルロス・ゴーンさんの心理状態とかね、こういう風な形でかぶせていくのも一つの手だと思うんですよね。そうしたら、松本先生はどういう風に分析してるのかなっていう風に既存の生徒さんも興味持ってもらえると思いますし、カルロス・ゴーンさんとかに、それから検察とかね、警察のそういった司法のことについて興味がある人も、こういう専門分野のことはそういうふうに考えてるんだっていうふうに興味を持っていただいたりとかして、裾野を広げることにもなると思います。もちろんこういうのをメインにしちゃうと、ちょっとまたね、ニュース時事ネタ放送みたいでおかしくなっちゃうんですけども、やっぱりね、1割ぐらいは自分の専門のことではないんだけども、他の分野のことを専門家としてどういうふうに分析してるかっていうところもあっていいと思いますよね。あくまでこれも各カテゴリーなんですけども、9対1とか8対2で許される1とか2の分野でそういうことをやっていくのはいいかなってところですけどもね。以上でございます。またメッセージください。ありがとうございました。